ビタ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 ミン。今日は寄り添う重力の稽古場に潜入したいと思う。今日は寄り添う重力の稽古場に潜入します。もうアトラクションみたいなセットになってまーす、うん、じゃあ一緒に行こう。こちらが上手側の景色です。じゃーん、うわー高くない？高いよね。すごいよね。ここからいろんな人がジャンプしたりするんだよ。すごい。下手側の台はこんな景色です。高いよ。角度がすごいんだよ。ほぼ回ってる。みんなここを何も使わずに登り降りします。実は今日ホッパーの小野田ゆいくんがカメラマンをしてくださってるんですけど、見たこ、見たこ。でそのホッパーのゆいくんに今作品の見どころでもあるパラルプールを披露してもらおうと思います。お願いします。いきます。はい。うおが詰め込まれてて、それがなんか不思議な感覚のバランスなんだよね。わかる。だからなんかなんだろう、エンタメって言うとさ、やっぱ現実感がなかったりするじゃん。だけどこの作品はすごく共感できる部分がめちゃくちゃいっぱいあって、うん、なんかザ・エンタメっていう感じでもなかったりするのかなって感じがする。それこそ本当になんか、うん、タイトルにある寄り添う重力っていう、うん、その人の気持ちに寄り添ってるようなその会話劇の中に、うん、さらにそのパルクールっていうものもあって、うん、ただ設定はこの現代、うん、現代だから共感できるんだよね、きっと、うん、私は今回盾の日和っていう役をやらせてもらうんですけど、うん、月城町という町なんですね、うん、その月城町に出戻り、美和さんのお世話になってる女性です。だけどちょっと謎が多すぎるのであんまり言えることがないんだけど、そうだね、月に行きたい女性の役。うん、でそのなんで月に行きたいかっていうのはちょっと本編を見ていただいて楽しみにしてもらえたら嬉しい。ビジュアルの公開の時に出てる文言が
ずいぶん上手くなったと思わない？テレポーテーション。そこが変わる。本編で確認していただきたいなと思います。うまこの役は、私の役はイタリアンバーのママの役なんですけど、まあ、ENG でね、初めてアクション動かないっていうただの人間の役で、 それだけでもなんかすごい貴重なんですけど、庶民的なイタリアンバーを営む大人の女性、困っている人を放っておくことができず胸息入れている。でセリフが一言書いてあるんですけど、私は好きよ、月城町。なるほど。月城町っていう町で、バーを経営してて、いろんな人とこう交流してるのね。そう、なんかキャラクター紹介ツイッターでされてた時に、他にもママにお世話になってるので、この人もママにお世話になってる、この人もママにお世話になってる、一体美和は誰なんだっていう風になってたの。美和さんです。私でした。まあね、私もそんなに多く語れるわけじゃないんですけど、でも多分すごい共感しやすいキャラクターではあると思うので、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。大人な女性だよね。大人ありがとうございます。他にもさ、結構もうたくさんのキャラが出てきてるんだけど、個性的でみんな愛されキャラなんだけど、結構ね、欠けてる人が多いのよ。わかる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 。なんか人間的欠けてる部分が多いけど、それがなんか愛おしいみたいなキャラクターがすっごいいっぱい出てくるから、どの人を追っても楽しめるのかな。いや、ほんとそう思う。全員愛せるよね。愛せる愛せる。まあ今ね、この中で客席は 100% にはできないですけど、今だからこそ、この寄り添う重力を見てほしいなって思います。思います。ビタ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 ミン。3月23日から27日まで立光会ホールにて寄り添う重力上演します。私たちに寄り添いに来てね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お月様、お月様、結構頑張るよ。頑張ります。頑張ります。